new challenger. Please select your character. Jin Kisaragi. Senpai, kakugo. The Wheel of Fate is turning. Rebel One, action. さあ、続きましては、ご覧の通り、HP が漁ってるのも松本誠と 2P が上がり、流星陣。いわゆる足の速いキャラ対ジンキサラギ、どうなんでしょうかね。まあ、低空初見がやっぱ強そうですから、誠も足速いとはいえささっと近づくというわけにはいかないか。さあ、上からかぶせていく。シャオミディしっかり紹介で B 前し B 昇竜。わお、おっと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 、怪しい前パンが出ましたが、中段受けじゃつかない。さあ、アリセ触って前 B を飛んでいる。ジャンショキ、うわー出たー、シューティングスター。今回無敵がね、あって5から13とかなんで、意外とツッと抜けて殴ってくる。まあ、ガードしたら確定があるんですが、昇竜とのね、二択みたいな感じでなんか変な読みになってしまう。さあ、中段当たっていく。これはどうですか、足りないとちょっと怪しいですよ。おそらく流星オーバードライブ溜まるんで、まあ、スパ選択肢もあると思うんですが、どうする。さあ、溜まりましたよ。ちょっとコンボいってしまった感じですか。まあ使わないですかね、今のはね。ちょっと体力多すぎたか。さあ、ラウンド2ネビサスコミ。さあ、 5B からのダッシュ 5B、 ちょっと上に入れたところ当たった感じ。 BD AB 昇竜生中段ちょっと重なっていない。松本さん、スタッシュ選手だ。このキャラはおっとジャンプで終了ガードしていく。確かめり込んで 2B 重ねれば終了空振った気がするんですが、どうでしたっけ。さあ、衝撃ここはガーキャン使ってく松本ジャンビ。さあ、なんか勝てなそうなことで、やはり松本技を出さないですね。偉いですよね、偉いとか言ってね。おーっと、ゴーシが置いてある。これさっきも言ったから空振りだった。とりあえず5勝率がいいと思ったよな、ティスクからな。シャムシーからジャンビ 2B 5C 主導権。さあ、これはお互いよく見ている。さあ、着地にコパン合わせて松本さんのターン。3C はひねすよみ、空中投げたいく。さあ、取り返す流星。ショルジメ今度は拾っていく。さあ、主導権の隙に飛びを合わせて触っていく。ついでにコンボになってほしい。 CBCB ショルジメ、ジメ投げは抜けている。前パンから 2B 固め直し、 5B が当たる。さあ、この 5B 差しが結構冴えている。BD 最後当たらなかったが、松本さんの頭続く。これは無理やり前に出る。どっちゲーダンが当たる。ここはバーストリスで何読みだ。うわ、チャンスが強い。さすがに怒られている。これはバースト対策を兼ねてヒレンソーからマンゴボー。まあ、ダメで無理ですね、単純にね、ヒレンソーはね。 5B 石化陣、これどうする。2秒差ね。昇竜も避けられる。あーっと、これは運がいい松本、運がいい、運がいい松本からのどっち。おっと、ということ勝利 BB 勝利。ワンちゃん頑張れば死にそうでしたが、どうでしょう。投げは抜けている。
コバ頑張っちゃうよ。かくっていない。すごい読み合い。甘いところ裏から左流星も様子を見て、さあ松本さんも安易に P を打たない。さあこれで触り合いになる。流星もさすがにバーストたまらなさそう。ゲージ量は松本誠。さあ一生懸命をかいくぐって前に出たい。消化でゲージ止める。しっかりしている。さあこれ松本さん50なんで、ワンチャン変な石を打ったらでかい拳で流れて死んでいく流星。これは難しい。コービー差し込んでかくらない。さあどうだ流星、ワンチャンオバトル返ってくるんじゃない。これ怪しい、怪しいぞ。帰ってきそうか。どうだ帰ってこない。さあまず一試合は松本が勝利。ああいうのでわざとジャンエク対空食らって AAA 昇竜でバースト貯めてもらうみたいな。さすがにきつい。さあ2試合目、初見の後の若干有利を中継差でごまかしていくスタイル。さあジャンエク強い。ここは早めにバーストキッシュで松本直と、おお尿キッシュ大きなシール。これなちょい有利はね、5から無敵なんで、前エビガード、ちょっとプラス3ですよね、8、5に7ですよね、確か。私の記憶は確かならば。めっちゃ悔しいですよね。まあ、本当は5尾当たりそうなもんですが、まあ、7フレ目が当たるかどうかはなんとも言えないから、ちょっと簡単にならない。もしかしたら抜けられるのかもしれん。飛び越し王子何が投げている。出た出た、ゴーシーカラベリゴーシー。マジでよこいつ。さしあーこれね、ちょっと隙間がれそうだったらこれ。さあしかし 5B からワンコも取ってない流星。さあこれはバックスを足首で潰していく。強いところよいしょ。せっかじん、あっ膝締めということはこれは右腰、まあ、ガーキャンが通る。さあ違う、どっち、ゲーダンガード、ジャンエクダイクですが、まあ、またまだ残している。これまだワンチャンあるやつですがどうでしょう。アクダイク B、 ヒザン撃 2B、 ダッシュが出なかったか、すいません。まあどうせヒルヒルパンなんですよこんなの。あそうだやっち、少しやるレボン2アクション。おお、帽子ガードしている、しっかりしている。一瞬走ったのに、浄化してましたね。流星、チキンカード逃げていく、これが強い。これはショックがされていたが、さあ、ガンガンいく、柔軟当たる、流星、やっぱそう。まずもゲーザーもね、ガードされたら果敢ですからね、ゲージなしで打ち切っていくのは結構。やらかしていく感ありますよね。サンディから走ってここはショルゲン、すいません、しっかり立っている。こっち中段ガスさんね、あーくだらねあれ隠んないですか。ちょっと待って、さすがに気になる。さあ凍結からの補正切りは投げ中段ショルゲン。さあお互い結構ガンガンいきますね。おっと松本さんちょっとコーラ弱いので今の走り出てました。戦勝、さあ愛ちゃんの目ゲージはつかない。さあ松本はちょっと時間を稼いでバースト貯めたい気持ちあるか。溜まりましたがどうですか、これ死にますか。頑張っちゃうよゴビー。あこれなダッシュ 2B。 無駄な動き。おじいの結構その 5C とか 5D とか下がりながら立ちガードしようとすると端子に 2B をね食らってしまうというジンキサラギあるある。やっぱね下段が長いキャラ、そういう長いって言ってもジンはそこまでじゃないですけど、でもそういう使い方もできるレベルの長さはしっかりあるので、ね、結構強いですよね。 2B 止めがやはりね、陣は強いですからね。さあヒルヒルパン、さあちょっと怪しいフレームは腹を殴っていく松本は。
あ、これヒザンの空振りに前パン隠したのか、ちょっと分かりませんが壁に当たる。これは玉置き攻め、ボディからの玉置き攻めはかなり強い。ご表示ショーはしっかり飛んでるが、何あれコッパン間に合うのダメでしょ。おっと位置が変わっているが、さあとりあえずバースで発射したんだけど松本、さあ中が当たらない。流星さすが誠戦やってるだけある。じゃないじゃないから、今度は下段が当たる。裏に回って C 回し BD D、 もう一回玉置き攻め。さあこれは位置がいいか、勝利打っていく松本じゃない流星。さあ直下して 5B 回し、さあレベル2のところを勝利で割り込んでいくよね。ポン 2B で削ってどうする、走って 2B、 ここがガキャン前パン空振り、危ないところ、おおガンガン前に出る流星。ここは勝利読み、松本さん結構動きやすそうにしているが、さあ 5C の空振りに、さあしかし 5B、 おっとこれは着地で、何やってんのこの人、何を読んだ何を読んだ、オーバートレブル読んだのかよく分からんぞ全く。惜しい隠りましたけどね、何ですかね、ちょっとよく分からなかったな。さあ 5B5B とアンド選手は流星、私マーズチョップを見に参りました。マンチョッパーマイナス5、なるほど。えってことは新規さら確定ないのね、なんとまあ。さあヒュルヒュルパン、あー流星やらんでもいい ABCD 同時押し、絶対レイドだ。さあ流星がリード12、The wheel of fate is turning. Rebel 1, action. おっと、これはルナ止め。直下しているが、このキャラは直下しててもあんまりさばけない。ツインキスラギの固め。出た、ゴシー空振り、ゴシー、この野郎。さあ、ゆうちからジャンビ 2B 2C からジャンエジャンエで引きずり下ろして垂直バックス。松本さん動きづらそうにしてこれですわ。ちょっと触れそうなと思ったらね、 5C グッシャーっていうね、このお中段立っている。あ、今度の中段は意識の外、フリーフレームを大幅に座ったかな。中段こういうのがね、松本さんのやっぱいやらしいところだよね。処理券起きてね。さあヒレンスありますが、今度も中断、さあなんか中断ばっかですが、どうでしょう、投げがないが、なしかった、おっと拾えない、拾えないもんだですよあれね。さあ玉置き、さあ流星が触ってヒュルヒュルパン、ゲージを使わず、これは扉取って逃げていくしゃがみに、バクスに先端がつま先がね凍りついてね。さあ体力は流星有利、おっと肩これ惜しい、これは繋がらない問題なし、攻めけ C ラピカンから前に出る、しっかりの止め。さあこれは逃げる松本、ラム選手は松本誠。おっと流星の勝利が空振っている、これは愉快。壁に当たって D からおっとダメージ中止、勝利起き全面2秒から投げは抜けている。さあこの引き戻しから表じゃねえか、どうなってんのこれ。さあしゃがみ D から 5C2C 前 C 列強じゃねえ最初 C
せっかじめ、ここが勝利打っていく、強く心こうタックしてからのコパンタイク、せっか、さあクレッパンシー、悪くない選択肢しかヒューヒルパン、ここはバースト切っていく松本誠、さあテイク障害やはり強い、さあ差し返し組前に出るが、さあ 2B ラップキャン 2B を超過している、暴れ潰しになっていく、なんという技。コズミックレイ CCBB コロナッパ投げは前と、あ運がいい松本、完全に運がいい。さあラピアンに身が当たらない、あしかし中段が当たる、これはパス行よ、シャミニーから主張権直下している、さあもつれている、ロックシーレヒョウ、いやでもレヒョウってくるよせ。さあ1時少しめっちゃこすってらっしゃる何事さあこれからせっかく BB5 チーム3チーム戦勝、あーこの世の終わりじゃー、もうおしまいじゃーで、あごめんなさい戦勝、あーすげえ減る4592、あー危ない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 、ああうわー流星の友達やめますさあバーストまで読んで1さん、松本さん高まってきたか、やってね、さあボタンに違和感をね、ジン・キサラリー The Wheel of Fate is turning Rebel One Action、 おっとオークラスに B、松本さんがまず攻めて、先ほど同じ展開にはなっているが、まあ、さっきはここでもリュウセイバース入ってたんですが、どうでしょう、また中断、おっとリュウセイ自分で言ったことを食らっていく、全部優しいのかこいつは、ダッシュ B 届かず、さあ5姉妹 B、 あれねその立ち回りで 5C をガードしちゃった時にね、立ちをコスコスしときたいんですけどなかなか難しい、惜しい先端、さあ突如は出なかったか、出さなかったか出なかったか分かりませんが、凍らして鉄火陣補正切りはカンカン投げ抜けている、さあ 2C から早出しじゃん、 2C がマジで強い、おっとツナガード、ゲダンガード、コパンからの中段は飛んでいる、ここ先端超過して前ジャンプ、体育が間に合う、どういうこと、おっとこういうとこはシューティングスターチャンス、裏から5番、さあなんかめまいしくなってきた、松本さんはさっきと同じままではまずいかと踏んで動きを変えてきたか、しかしこれは流星はどうせしない、さあ昇竜があるからここ、あー難しい、昇竜ケア腰前ビ、ここも昇竜ケア、おお 5B が当たってクラッシュトリガー、しっかりダメージを稼いで、松本さんバーチカル投手切り、投手切り、確かに出してセンター、少し前 B、 さあこれでされちまうとやはりねきついですよね、さあ早田ちゃんにし 5B2B、 さあ松本耐えているがここしゃがみくらいになってしまう、よいしょ 5B セッカーから最速機コーパーボレ、さあこれ位置が変わらないがとりあえず勝利で締めて、オーカス 2B は羽ばたいていく、さあこの敵将が非常に厄介ですが、これ隠したっぽいか、さあ出しにミスさせていく、さあ松本ギアを変えてきたか、これは波動を攻めにしてシャンピオン当たる、さあ流星ガードがなんか
ドゥルンドゥルンになってきたけど、処理締め。さあここはまたまた強気に行きたいところか。コパン重ねから中段中段繋がっている。さあ松本取り返して2よ。The Wheel of Fate is turning. Rebel One, action. もうマッサンの地上の技とクルシが当たり始めてるんで、何かを変えているのかもしれない。俺にはわからない。さあ開幕3800。おっと、なんか生中が当たってるぞ。なぜか流星通した。何が起きた。チキロ消えたか。ここは昇竜。昇竜拳ウォークラスコパンから飛ぶ許さない。ジャンプシー、これは2シーン間に合わず。どんくらい減るんですかこれ。さすがに足りないんですか。あ、足りちゃう。あ、そう。なんとまあ感じかな。バッツクルしっかりしている。さあ松本が勢いが違う。なんか謎の覚醒である。あ、内からさあクータージャンピー。ここ直前のカードしてる松本ですが、早出しにしがやはり強い。この技がやばいやつ。さあまたしてもシューティングスターで暴れていく。さあチコパン競り勝ったのは流星。 2B から 2B からのコパン。ここは 2B かな、マジでな。今度は 5B。 おお、ここ勝利通っていく。なんかおお、クラスゲダン今度当たる。今度はクラスゲダン。さあ松本のタッパーを取り始めているぞ。勝利締め読まれている。2連勝読みの3C。ここら辺はどっくらい減るんですか。さすがに足りないので勝利で締めて、さあここは強気に投げ挟んで新田が羽ばたいている流星。バースを切っていく松本中段。バスル打ちづらいがガーキャン。ここはガーキャン。カモ置いてガンダッシュ。さあ流星が飛んだところ走るようにしてるのか。うますぎる。バースくよ。膝にくたく膝撃撃石化人。あー松本さんの投げが聞こえてくる。俺逆投げ、これでいちいち。いや危ない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 。うおー、これなんか前でいいのと結構こと。さあ大気がらしづらい。もつれたところコパンはさすがに陣が立つ。いやいや5から13とかっすよ無敵。うん、できたよ。5ビーセッカー、ウエルか。さあウエルが通らない。せっかじん 5B 投げが抜けている。さあ難しい。前飛びが通って、さあ位置が変わるぞ。玉傘ね。あー、レッキョが取ってしまいます。またここはバースター2置き。 5B は怒っていく。いい加減しろと。これはなんだなんだ、分かんないことになってるぞ。玉傘ね、中段バーストはたまりそう。しかしここは松本そのまま。いや足りない。バースト使ってなかった。ああ足りちゃうんじゃないかな。おっ、ちょっと凍結を見せたか。回数を間違えたか流星。ダメしろ。難しいことになっている。あーあっ、おおおおおお。さあジャンシーが背中に当たって松本取り返して3-4。さあ盛り上がってきましたが謎の盛り上がりを。そうですね、まあ流星側は どっちが3側がすか。
あーなるほどね。汎用は俺は結構寄ってきたなと思うけど、どうでしょう。さあこれは読まれている。流星ささにばそう、読まれているとか作業者になってます。普通にね、家がまあさっきからあんだけ生中断重ねてきたら打ちたくもなるか。さあここの流れは結構いいんじゃないですか。勝利打ちづらいですよね、さすがにね。さあここパン重ねからの脱出中断。さあ松本がいいように殴っていく。 CC からの CB、 CB 勝利源。さあどうする、ここ投げかな、中断中断全くわからん。松さんの重ね方はわからんな。さあ合手方、これは 5D から戦勝締め、バスが取る。さあ証言、さあ今回というか、まあだいぶ前から言われてることですが、短くなった 5D が届かず松さんが飛びを通して、ここはバクセ。なるほど、まあコパンサイガスに勝負するとやっぱ中はバクセが通りやすいですか。らしいからちょっと出しが出ないが、さあ隙間があったらシーティングスター。この、ね、分身してジャンシーっていうね、人間には見えない。さあこれは勝利締めにして奥攻めどうする、ちょっと難しいか。まあずーっと中断でいく、こいつは中断当たると。うわー着中断、ここは早めに回すときに松本裏からしちゃうみたいになっている。カバーそう。さあどうだ、ちょっと松本有利か。さあ早出しジャンシーは惜しい、空振りにすらかく。おお立ちっぱなし、ヒルヒルパンをガードして、さあ流星を防ぎに行く。またしてもシューティングスター、列強を下げりつつの中断。これどうだ、どんくらい減るんだ。いや分からんっすね、さすがに足りないのかな。いやこれ非連鎖だったら死にそうなんで、ちょっと置き攻めしづらいよね。大クラス 2D から非連鎖、前シューシャムディ。無駄なこと。レベル3。さあこれで流星を待ち込むと、じゃあ行くで行く、着地裏から EA からのダッシュマイビー。さあ位置も変えて、ああ死に追い込んで、さあこれはどうだ、また中断、ひたすら中断。さあ上逃げを捕まえて、今度はさあ松本のやり返す、オリキャック投げですか。これは飛ばない流星。さあ流星これ押し形、オーシャルのコンボを決めていく。位置高い、膝攻め、前飛び、うおー壁に当たった、しかも壁に当たった。これは急に明るくなってきた。 CBCB 勝利から前 B、 やばれ、衝撃裏から中断、これはやばいやつ。まだ残るんですが、流星オーバードライブがあるんで、いいのが当たると死んじゃいますよ。カンカン2B、あっおおどっちが勝つのこれ。うわーレッヒョー強すぎー。あっあーなんのこなんのこっちゃこいつ、なんなのマジで。お前と戦うと調子が狂う。